入ってもいいですか。はい、お入りください。失礼します。こんにちは。はい、こんにちは。私は MD ヌーラランと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ヌーラランさんは、はい、まず簡単に自己紹介してお願いですか。はい、はじめまして。私の名前は MD ヌーラランと申します。今22歳で、生年月日は2001年の1月の1日で、私の趣味はサッカーをすることで、私は独身で、今サンジャパニーステーニングセンターで日本語を勉強しましたが、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたの趣味は何でしょうか。サッカーをすることに。サッカーをすると、サッカーを見るどちらが好き。どちらも好きで。どちらも好きね。あなたはサッカーをしますか。はい、します。はい、わかりました。バングラデシュのサッカーは強いですか。はい、強いです。はい、強いですね。わかりました。サッカーをする、サッカーを見る、どちらが好きですか。どちらも好きです。はい、あなたの好きな選手は誰ですか。メッシです。メッシですね。はい、わかりました。あなたは何歳。22歳です。どこで生まれましたか。プミラのティタスで生まれました。わかりました。あなたのご出身はどこですか。バングラデシュのプミラです。プミラですね。はい、わかりました。あなたはどうして日本へ行きたいですか。勉強しに日本へ行きたいです。日本で何を勉強したいですか。日本語の勉強します。はい、日本に行ったら何を勉強したいですか。日本語を勉強します。はい、わかりました。日本語勉強は後、まあ、勉強した後何をしたいですか。大学に入ります。大学で、専門は何ですか。経済を勉強します。はい、わかりました。経済を卒業したら次何をしたいですか。国へ帰って有名な会社で働きたいです。はい、わかりました。あなたの将来の夢は何ですか。国へ帰って、有名な会社で働きたいです。はい、将来の夢は何でしょうか。銀行になりたいです。なりたいですね。日本料理、日本食食べたことがありますか。いえ、食べたことがありません。ありません。日本に行ったら食べたいですか。はい、食べたいです。何を食べたいですか。寿司と寿司です。寿司ですね。日本の主な食べ物は何ですか。寿司です。寿司ですね。バングラデシュの主な食べ物は何ですか。魚とご飯です。はい、わかりました。あなたはなぜ他の国なしで日本に留学したいですか。日本は平和と安全な国です。日本人口は親切な人です。日本の外の名前は東京です。東京は綺麗な街です。桜花は日本の綺麗な花です。富士山と日本で高い山です。はい、わかりました。日本に行ったことがありますか。いえ、行ったことがありません。はい、日本に友達や親戚、知り合いがいますか。いえ、いません。いえ、いません。日本で学校の名前を教えてください。IPU Pacific International School です。はい、わかりました。その学校はどこにありますか。神戸にあります。その学校に友達や親戚がいますか。いえ、いません。いえ、いません。はい、わかりました。その学校の住所を教えてください。日本の神戸です。神戸です。はい、わかりました。日本で日本語の学校は、どこにありますか。神戸にあります。神戸にあります。どうして神戸行きたいですか。神戸、素晴らしい街です。神戸の前に海があって、後ろに山があります。はい、神戸の景色はとても綺麗ですから、神戸行きたいです。はい、わかりました。日本に行ったら一番楽しみなことは何ですか。京都へ行きたいです。京都へ行って、お寺と神社を見たいです。はい、わかりました。はい、日本語、始めたのはいつですか。9年の3月からです。はい、わかりました。いつからいつまで日本語を勉強しましたか。9年の3月から8月までです。日本語の勉強はどうですか。ちょっと難しいですが、面白いです。どんなところが難しいですか。漢字が難しいです。漢字が難しいです。はい、わかりました。漢字は書けますか。はい、書けます。はい、何個漢字は書けますか。飛躍20漢字は書けます。書けますね。あなたは週末何をしますか。本を読んだり、映画を見たり、サッカーをします。はい、わかりました。あなたは毎日どのくらい日本語を勉強しますか。2時間半です。2時間半ですね。はい、わかりました。あなたはどこで日本語を勉強しましたか。サンジャパニーステーニングセンターで日本語を勉強します。はい、わかりました。今日は何月何日ですか。今日は4月の8日です。何曜日ですか。月曜日です。月曜日ですね。明日は何月何日ですか。明日は4月の9日です。9日ですね。はい、わかりました。昨日は何月何日でしたか。昨日は4月の7日です。7日でしたね。はい、わかりました。あなたはどうして大使館に来ましたか。
インタビューがありますから大使館に来ました。どうやって大使館に来ましたか？バスで大使館に来ました。はい、わかりました。一人で大使館に来ましたか？はい、一人で大使館に来ましたね。大使館に来たのは初めてですか？はい、初めてです。日本のビザ申請したことがありますか？いえ、ありません。いえ、ありません。はい、わかりました。いつ日本に行きたいですか？ビザがもらったらすぐにでも日本に行きたいです。行きたいですね。飛行機のチケットを買いましたか？いえ、まだです。予約しましたが。予約しましたね。はい、誰が予約しましたか？自分で予約しました。はい、わかりました。あなたの騎士弁者スペンサーは誰ですか？父です。父ですね。お父さんの仕事は何でしょうか？鶏肉の商売しています。鶏肉の商売をしていますね。はい、わかりました。日本でどこに行ってみたいですか？神戸行きたいです。はい、わかりました。はい、面接はこれまでです。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。